必死のパンチ。木山君に厳しいことでいじめようと思ってるんじゃないのよ。可愛らしいから言うてるんやからね。はい、必死のパッチのコーナーでございまして、このコーナー YouTube でご覧いただけますんでね、映像がありますんで、はい、はい、こうスペクターのチラシがありますんでね、これスペクターね、皆さんね、見ていただきたい。ぜひ寄らなくていいんだよ、大西、だからいつも言ってるだろ。めっちゃ怒られてるんだ。動画見てる方がね、気持ち悪くなっちゃうから、そのままでいいんですよ。さあ、必死のパッチ君、あまり時間がございませんけれども、前やりました、はい、三大リレー童話、まあ、面白かったんでまたやりましょう。はい、木山くん、中山くん、僕の3人でもって即興で昔話をやりましょうと、はい、じゃんけんで話す順番を決めて、はい、でお題のカードがここにこう手元にありますので、このお題のカードから引いて、はい、1人ずつ選ぶのかな、これお題を。そうですね、そのお題を盛り込んだストーリーを作るんだけど、1人目昔昔から始まって、それにちゃんと関連して2人目がこのお題からちゃんと話を作って、はい、3人目もお題のことが入ってんだけど、うん、1人目2人目の話を受けて、最後めでたしめでたしで終わるという、まあ、岩崎慎吾は全く違うストーリーを作りましたけれどもでした、ね、前1人目が僕で2人目が中山くんで、3人目岩崎慎吾 で、ね、ひどい話になりました、ね、それから楽しかったんで今日やろうと思います、はい、じゃあ1人目誰にするかじゃんけんしましょう。じゃんけん、最初はグーです。ラジオでじゃんけんってすごいですね。よくあるパターン。あ、そうです、ね、最初はグーじゃんけんぽい。お、3人ともチョキです、はい、気が合うね。僕もスペクター出してもらおうかな、こんな気が合うんだったら。最初はグーじゃんけんぽい。お、中山くんがグー、ちょっと嫌になってきたよ。木山、浦川がチョキで、はい、チョキチョキグーで勝ったら中山くん、はい、順番な、何人目選ぶ、何人目、何人目選ぶの。1人目、2人目、3人目、何、僕ね、3人目が多分一番大変だけど。何人目選ぶんですか。何人目選ぶの。僕ね、うん、2人目やらせてもらいます。あ、一番安全策。1人目は設定考えなあかんし ね、3人目落ち着けなあかんからね、はい、2人目は中間だから、はい、割と楽。あ、もうどっちもやだ。どっちもやだ。どっちもやだです。最初はグー、じゃんけんポン、僕がパー。お、きた。木山がグー、あー、僕が選べます。はい、ここはやっぱあれですかね、40代の余裕で3人目って言わなあかんのか。嫌ですか、浦川さん。いやいや、1人目。余裕がない。余裕がない。もう40だったら生き方に余裕がないもん、ね、自分のことで精一杯、自分をよく見せるなんて木山翔に言ったけど、自分よく見せたい。ということで1人目にしたいと思います。はい、お題を選びますね。そうですね、はい、めっちゃお題ありますね。20枚ぐらいあるね。これ、はい、はい、おー、あ、僕はね、童話にぴったりです、昔話に、はい、僕のキーワードはおじいさん。あ、いいですね、はい、あ、僕が引いたのは海です。海、いいじゃない、海も海。木山君は浜辺です。浜辺、あら、おじいさん、海、浜辺。なんかもう完全に浦島太郎みたいな。これ構成さんか米さんが今ね、あっちゃーって顔してしまった。悪いで引き上がったこの3人っていう。やばい、面白くならない感じがするから。面白くならねえ。じゃあもう浦島太郎じゃない方向に持っていきたいと思います。それでは参ります。3大リレー童話、3つのお題でリレー童話でございます。昔昔あるところにおじいさんがおった。おじいさん、おじいさん、そのおじいさんはいつも船で漁に出ておった。うん、取れる魚がどん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 最近減っとるんじゃった。うん、遠くにある工場からの産業排水がどん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 流れてきて、魚が減っとるんじゃった。おい、もう排水を流すなというおじいさんの切実な声は工場には届かないんであった。はあ、今日もアジ一匹か、市場には出せんな、自分で食おうか。続く。おお、ピチュンピチュンピチュン、おじいさん、おじいさん。あ、誰だお前は。僕はさっきおじいさんが釣ってもらったアジだよ。アジが喋ってる。ピチャ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 。どうしたお前、そんな傷ついたボロボロの体で。僕はその工場から流れる汚水で弱ってしまった。もう食べられないよおじいさん、助けてよ。ああそうか、お前が海から一人家族と離れて私が釣ってしまって申し訳ないことをした。申し訳ないことしたの。工場に行って、わしが直談判してこよう。行ってくるぞ、アジ、うん、待っておけ。続く。どんな続き方やね。難しい方に行った。性格は、工場に行くの。工場行っちゃった、おじいさんが。直談判すんの。おじいさん。あらま。
そしておじいさんは工場へ着いた。おじいさんは工場の工場長と話し合いをしたが一切工場長には聞いてもらえることはなかった。悪い方行ったな、これ。工場長は、そら人の暮らしが良くなるんじゃ。何を言っておる。お前もその、お前もその世界で生きているのじゃろう。じゃろう。広島舞台。その時、おじいさんは思った。思った。何を思った。そうだ。そうだ。わしの手で。海をきれいにすればいい。おじいさんは浜辺へ向かった。そしておじいさんは来る日も来る日も毎日毎日自分の身を削り、汚水を少しずつ少しずつ取れるように取れるようにと努力をしておった。すると、何年か先、そんな日が続いた何年か先、少しずつ浜辺もきれいになり、海もきれいになってきた頃、昔飼っていたアジのことを思い出す。あ、昔話したね。取って話したね。そのアジはボロボロになっていたが、あいつは元気にしとるかのう。そしておじいさんはいつものように浜辺で掃除が終わった後釣りをしていると、一匹の魚が釣れた。あ、出た。もしかして。その一匹の魚を釣ると、そいつはきれいな、丸々太ったアジじゃん。そのアジが一言こう言った。おじいさん、毎日ありがとう。あら、いい話だね。めでたし、めでたし。いやー、いい話だった。めでたし、めでたし。あの、すいません。僕があの工場の排水した段階で皆さん難しくしてしまいました。すいません。僕は最後よく締めたね。うん、で、あの一回こう釣って離したアジが戻ってきて、海を原始ありがとうと言ったの、めでたしめでたし、僕だったらそれね、あのやっぱ木山翔リーコだね、あの綺麗にしてくれてありがとう、まるまる太ったアジを唐揚げにして食べました、めでたしにしたかったな。そこが、いやしたらあかんねん。そこがでそこにこう人間は命をいただかないと生きていけない終了さがあるという、まるでこれからのお芝居、スペクターのような裏の深い話になったんじゃないかと思いますけれども、これは、43歳の余裕のない僕の責任でございます。失礼いたしました。よかったね。よかったです。はい、よくないです。もうなんか途中わけわかんなかったです。やっぱりね、芝居の稽古をしてるからね、どんどん力が増してきてるね。これはやっぱりさすが吸血鬼だけあるね。いや、吸血鬼関係ないです。関係ないの。吸血鬼関係ない。ということで、この話は面白いので、またやりたいと思います。はい。で、もうね、あともう2週間ちょっと後にお芝居がありますんで、スペクター、はい、ね、頑張ってください。頑張ります。ぜひ見に来てください。はい、いや、僕はね、本当見に行けないので、忙しいので、あのもうお芝居の稽古を見に行こうかと思ってますんで。はい、頑張ってください。はい、お相手、浦川泰之と劇団パッチの中山芳彦と劇団パッチの木山勝利でした。ではまた来週です。さようなら。さようなら。